ワンスペースデザイナーは、ドイツ製の機械設計製造業向け、カナダドルソフトである。開発はドイツに本社を置くコークリエイト、ソフトウェア GMBH 社。日本では、PTC ジャパン株式会社コークリエイト事業本部が、販売、サポートを行う。ワンスペースデザイナーは3次元カナダドルソフトの、モデリングと2次元カナダドルソフトのドラフティングを含む、総称。 2007年12月に、ドクコークリエイトソフトウェアは、プロ、エンジニアで著名な米、PTC に買収され、ワンスペースは PTC の下で、機械設計カナダドルのラインナップとなった。2007年12月の米、PTC による、買収以降、製品総称はワンスペースから、コークリエイトに変更された。これにより、3次元カナダドルソフトは、コークリエイトモデリング、 二次元カナダドルソフトは、コークリエイトドラフティングという名称になった。ワンスペースデザイナーモデリングは、コークリエイトソフトウェア社の前身であったフレット、パッカード社のメカニカルデザインディビジョンが1992年に、当初、ソリッドデシンジャーという名称で、リリース、特徴は、現在の三次元カナダドルの多くが採用する、ヒストリーやフィーチャーによる、間接的な形状モデルの操作でなく、 ダイナミックモデリングと呼称する直接的な操作性が特徴。ワンスペースが投入しているのは三次元形状モデリングの古典ともいえる立体のブール集合演算である。立体から立体を引くや立体を足すなどを繰り返すこの手法の問題は設計の後期では立体構造が複雑になるほど計算に時間がかかり、場合によっては立体計算ができなくなる問題であった。 これには初期のハードウェアの性能の処理能力の限界も起因した。この問題を解決したのは1984年に現れた PTC のプロエンジニアであり、プロエンジニア以後のカナダドル多くがフィーチャーベース、パラメトリックドリブンを踏襲するが、ワンスペースはフィーチャーベースに依存することなく、伝統的な手法をソフトウェアとして精度を高めることにより、 ソリッドデータの破綻を回避した。削ったり、ひねったり、加工に近い感覚で粘土でモデリングするようにと表現されるダイナミックモデリングの起源である。ダイナミックはフィーチャーベースが形状の変更にはフィーチャーとその依存関係の把握というソフトウェアのプログラミングのような煩わしいモデリング手法の反応として高クリエイトにより表現された。 伝統的なモデリング手法を精錬で高めることで製品が複雑化した現在の設計に適用まで具現化した数少ないの三次元化ナダドルであり p t c を含め以後の製造業を起源としないソフトウェアハウス製のフィッチャーベース三次元化ナダドルの理論と実務のギャップを感じた利用企業のエンジニアが設計のあり方へ回帰する形でワンスペースモデリングの採用を行ってきた その手法の正当性は多くのフィーチャーベースのカナダドルが後付けで直感的ダイナミックという形状変更の機能を後付けで追加することに表されている。反証の対象は PTC のプロ、エンジニアであり、その PTC に買収されたことは業界やユーザーにおいて驚愕を与えた。カスタマイズは京都コモンリスプをベースとしたリスプ言語を用いて行う。 リスプは ME マクロに代わり採用されたが、プログラマが日本では少ないのが難点とも言える。同様の理由で、サードパーティー製のプラグインの専門モジュールが少ない。2D 同様、開発期間が短いなど、緊急性の高い早いモデリングを必要とする企業利用者に評価が高い。2007年12月の米 PTC による買収以降、モデリング手法の名称が、 ダイナミックモデリングからエクスプリシットモデリングに変更された。ワンスペースデザイナードラフティングはモデリング同様、コクリエイトソフトウェア社の前身であったフレッド、パッカード社のメカニカルデザインディビジョンが1985年に当初 ME10 という名称でリリースした。当時の二次元カナダドルの不満を研究した下書き線機能やマクロメニューカスタマイズ機能の斬新さが特徴。なお、 カスタマイズは ME10 マクロと呼ばれる独自のインタプリタ言語を用いて行う。コンパイル、リンケージの必要がなく、ユーザーが容易に自社用の機能を追加できる。ハードウェアベンダーがハードウェアの販売目的に開発、販売したアプリケーションソフトの例に漏れず、脱ユニックスに遅れを負って企業向けの高額な価格設定、ハードウェア前としたソフトウェア保守契約などから、 後発の PC、Windows 系カナダドルのシェア拡大には追従できていない。利用者の評価は高く、二次元で設計する上での機械設計に適した機能に愛着を持つ設計者は多い。下書き線と正書の機能、コパイロットといわれる作図のアシスト機能、レイヤーではなくパーツに近い階層構造の図形管理など、総合すると手書きに近い手順が評価が高い。 ありがとうございます。